強これ精神と筋力入りましたね。強い 9% 波動入りました。ほいやーばもはや意味がわからないぐらい来てますね。こんにちは、沼です。パワープロプレイやっていきます。今回は菊の間入りの新型デッキですね、やっていきたいと思います。アイラちゃん、シラッキリ、闇のホールスアン、ルミナ、そしてドエということで、ガチャで復刻したので、先に使ってどんな感じで運用できるかっていうのを皆さんにお見せした後にね、解説動画作れたらいいかなっていうふうに思ってます。練習効果30の技術、精神の基礎ボーナスにスタミナ上限、そして得意練習率アップがついてます。鉄仮面とど根性2つ取れて、前まではね、胡蝶忍と組んで新鉄仮面にする構成でしたが、まあそれは取んなくても、なんとか査定面は全然問題ないんじゃないかなっていうふうに思ってます。招きと、あとはカロバですね、行きましょう。微妙いな。こっちですか。まあ、マントルはね、三人固定なかなかできないので、普通に1でもいいんでね。からの。ほ。よし。危ねえ。踏むとこなくなるとこだったわ。メンタルでね、うまく踏めないと、体力の維持が結構大変なんでね、そこだけ、どうなるかって感じですが、ダメでした。ここで良くて、一旦カロバー使いましょう。どうせ次のターン使うんで、まあ、ここで使っても、なんだ変わりないっていう感じですね。からの、メンタル1位、344。まあ、悪くないですね。勝ち運取れるんで、取りましょう。勝ち運。で、これ、ポーカーフェス取れるんじゃない?取れた。はい。まあ、どうせ取るんでね。海岸で新鉄火来れば、まあ一番、こう、効率は良くなりますけど、まあそんなに簡単には来ないと思うんで、まああんまり期待せずに行きたいと思います、そこは。ああ、ここは休み時ですね。固定が1しか取れないんで。やる気も、まあどうでもいい時に下がってくれるのはめちゃくちゃ助かります。いいんじゃない?打率強さ。ダンジョンも早めに取りたいですからね。とことん踏んでマントル踏めるようになりました。はい。マントル踏んじゃうか?ちょっと早すぎるか?踏んでもいいけど、タックが取れないんですよね、現状多分。タックがそんなに取れないっていう。打たれ強さ5かな、これ。ですね。おー、526。ダブルは強いね。ガーッと取りまして、あとリリースだけ取りたいですね。あ、逃げ玉も取れる。うん、いいんじゃない?どし。ちょっと闇野の評価が足らんわ。闇野の評価が全然足らんわ。バント封じ入りました。で、羨ましい。評価どう?やめてー!これはいかんですよ、マジで。ここ踏みたい。16%。まあ、どうにかなるかな。ほい、ナイス。回復イベ、誰かお願いします。さあ、筋力入りまして。これ、どうしよっかな。精神入れたいかもな。お?なんか残念が過ぎるな。一回休みます。多分ですけど、やる気は結構いろんなキャラが。精神入れてえけど無理だな。評価上がってないですからね、全体的に。スタミナで OK。で、わーっと振っときましょう。で、スタミナ踏む。これで免許入んのかな?ファラオにやる気を回復してもらいて。やる気は入るのかどうか。お!これはマジで助かる、このメンタル。いいですね。で、ちょっとですけど、回復はしておきましょう。うん、いいんじゃない ?3000 点。
まだ、ファントム踏んでないんで、いいでしょう。からの、ここは、精神もらっておきまして。はあ。まあ、どうでしょうね。取っちゃってもいいですけど、もうちょっとでかいの狙ってもいい。どっちでもいいな。取るか。対強打者。まあ、やっぱ骨群がもらえるっていうのも大きいですし、あとはファントムが筋力に来た時にね、さばけないっていうのももったいないんで、ね、その気になってきた。回復ありがてえ。やる気もこれでようやく戻りました。ほっ違う。違うすぎて笑けるわ。回復は十分間に合ってますが、ここはもう一人出現させておきましょう。うん、筋力か。まあ、ありがたいですけど、急速で踏めるかどうかですね。来たか。来い。目の覚める急速来た。これはちょっとえぐいですね。すべて800台。こんな強いタックあったんや。あったんやっていうぐらい強いですね。基礎値でいいか。どっちでいいかな。強っ。これはマジで強い。いやー、さすがに球速5タックはえぐいですね。そして変化踏みたい。は強っ。マジ意味不明なぐらい強いの来たわ。重い球取ろう。尻上がり重い球。勝ち運は取ってるね。で、球速上げましょうか。これはありがたいですね。意味不明なぐらい強いんだけど。エブ。ファントムしてないけど入ったわ。4タック強。変化取り手、伸び骨うまく入れられました。やめて！オッケー。まあまあまあ。よくはないけど。ははは、強よ。4タックすごいんだけど、勢いが。取っちゃうか。さすがにね、やる気が、まあ、足らないんですけど、まあ、800入ってるもんね。これ全然悪くないでしょ。OK。よし、いいね。筋力はもう、だいぶ、目処がついてきましたね。変化欲しいな。伸び骨終わり。ルミナで、奪三振もらう。変化点、ナイス。欲しいところに来ますね。やる気が入らないわ、でも。マジ？来たー！強い！やる気ないけど強い。これ、来てますね。完璧。OK、OK。ちょっとここまで来てると僕も緊張してきましたね。これ結構もう回数やってるんで、ちょっとしんどい思いをずっとしてたんですけど、これは相当来てますね。712。スターエーと564。まあギリギリあれですが、コントロールさすがに振ろう。強っ。マジやばいじゃん。712か。えぐいね。牽制、まあレベル2出しとるか。まあ、取って正解かどうかは分からないけど。強い！相当来てますね、これ。さすがにこれで快感するでしょう。で、精神取りにしようか。260。おー、超取りてー。これは、行くしかないですね。てか変化球覚えてなかったん？マジで？すごいね。それもそれですごいね。これは、行くでしょう。ナイス。3固定入りました。
変化球上がってるけどな。いらんか。失敗したくないわ。からの、まあ、一旦普通に休んでからのでいいですね。お、伸び骨。伸びは取ってるかな。初詣気合でやる気。ナイス。すべて元に戻りました。は？また散歩亭じゃん。えぐ。まあ、どうだろう。いるかな。しらすいるかなっていう感じですね。正直いらん気がしているんだが。うん、しらすの参考でうまそうに見えるだけで別にうまくないんじゃないか。うん、別に取る必要ない気がするわ。これ2度おいしいでいいですね、コントロールで。うん、クイック連続吸収。で、器。うん、いいですね。眉走っている。招きだからね、走んないと話にならんけど。これコントロール取ろうかな。ちょっと体力的にも。踏むとめんどくさいことになりそうな感じあるな。一回休みます。オッケー、鉄腕入りました。使ってもいいな。で、鉄腕これでかぶってでないよね。よし、260。これ先取んないと消えそうですし、取ろうかな。え、強。すげえ強いんだが すげえ強いんだが、月並みですが、すごい強い。連続吸収、躍動はとりあえず待ちで。OK。いいんじゃない？これでダンジョンも取れますね。オッケー。言ってたら鉄腕かぶって終わっとったな。開眼したいけどちょっと嫌だな。ちょっと、この段階ではって感じですね。36。おー、マジ強。イベント経験点。で、踏みましょう。ポンコツいらんぜ。ははは。まあ、しょうがない。これはね、ある程度覚悟はしてたんで。1万4000点出てますね。で、コントロールを踏ませない漫画。勘弁して。コントロール踏ませない漫画出現してしまった。まずい。耐えろー。やめてー。いやー、耐えられなかったが。強。これはいきますわ。えぐいな。だいぶ強いっすね。鉄腕。内角。まあ、後ろの方は取っていいと思いますが。426とかなんか、そんなに綺麗に振れんぜ。あ、振れた。20、残りいいですね。で、低め。865か、もうちょいですね。どうしよう。難しいですね。先手。安全圏取るか。安全圏荒れ玉。865か。ちょっとなんかイベントで入ってきてしまうかもしれませんが、まあ、それは覚悟の上で。来なかった。杖。うん、どこもいい感じなんですけどね。一回休むか。うん、イベント走って。杖。いいんじゃない？これ。普通にうまいんだが。
で、打球反応はちょっとまだ怖いか。全開は取る。で、踏みますか。OK。もうちょっと人数かかって欲しかったけど、まあ、いいでしょう。綺麗、ひげしい、闇の。あ、全然登場しないんだけど、誰も。困ったな。困ったな。ちょっとファントムを入れられてないのが困りましたね。回復する。ちょっとやっぱ精神に一人つけちゃうと、そこがね、なかなか難しい塩梅にはなりますね。だいたい精神で踏みたいんだよ、残り一人は。安全圏取ってる。手応え入れまして、うわぁ、一人じゃない。ただ、クロスナインは固定し始めていいかもしれませんね。取りたいんで。はい、終わり。鉄仮面取り。うおぉ、来た。固定しといてよかったやつ。うま。ここにファントム打ち込みてぇな。そんなことができたら最高なんですけど。それをするためには割となんか厳しいところを通らないといけない。うん、これがバランスがよろしくないところですよね。暁追われますね。OK。いいんじゃない。暁にその役割を担ってもらいましょう。休息か。いる？いるか？休息いるか？って感じだけど、変化踏みたいですね。まあ、いるのか。いるっちゃいるのか。はい。うん、変化入りました。そして変化来ました。これは変化いくか。それかまあ、また5タック待ちでもいいですけどね。点数は出てるけどな。まあでもファントムは潰してった方がいいような気はしてるんですよね。そうしないと多分、先に進めないんじゃないかなと思ってます。27。そうですね。ど根性の精神は残しておきたいのかな、これ。うん、変化いきますわ。さっさと、あそこのファントムを3人入れるので、ある程度、裁きながら。っていうか、マジ、アイラやれるやん、全然。強いんだが。行きましょう。はい、が出ました。次行きましょう。てか、ホール3入んないとマジで結構きついですね。うん、2万点か。もうちょっと出てそうな感じでしたけどね。意外と出てないんだな。からの。ほう。これで取っちゃおっかな。うん、これ取っちゃいましょうかね。急速踏みます。で、さっさとファントムを数増やしましょう。で、ファントム打ちする。わー、つえ。ファントムしてないのにファントム状態になってるわ。これ、通せるかわかんないけど。まあ、さすがに行くでしょう。OK。ナイス。4タック。からの、これ、精神と筋力入りましたね。強い！ 9%！ これは行くしかない。これはえぐい。これはえぐいです。綺麗。ああ、何をどうしたらさばけるんでしょうか。うん、変化球ポイントはいるかなって感じですね。変化球ポイントは必要そうですね。技術が一番いらんかな。
技術が一番いらなさそうかな。まだ精神系は根性とかもあるし、幼少黒ファイ、302か。まあこれで振るしかないんでしょうねって感じだけど、マジでドクター K 確定で残りポイント800か。こういう感じですかね。必殺火消しに強いけどね、意気揚々ですね。そしてこのスーパー銭湯をそもそも通せるのかっていう問題もありますが、893。893? もう一個か。撃たれ取っちゃうか。いけるね。あとはあれか。で、おい、ナイス。バニッシュ決まったわ。よし、いいね。お、まだイベントがいっぱい残っている。すげえ。ちょっと変化はお休みしたいけどな。さすがに。ちょっとお休みしないと無理ですね。っていう状況になってる。いかがします。おーい、不眠症とかやめてくれ。同栄も一回目。やばいな、マイベは。波動入りました。こい!やーば!俺はえぐいわ。ただ、振る、あれがないね。振れねえ。どうやったら振れるんだろうな、これ。振れないよな。振れないよな。多分全部綺麗には絶対触れないですね。えぐ。意味わからん。いやーこれ残しとかないときついんだろうな、ポイント。って思いますよ。変化これ触れるんですけど。いやーまあ一個振っとくか。いや触れねえんだよな、次に。まあこんな感じでしょうね。で波動入れて、いやこれすげえな、意味不明なんだけど、まあこれだったら野手の力取ってあげるか。筋力はカンストしてない、なので盗塁アシストだけ取ってあげましょうかね。怒涛のセクヨンになってますね。はい、やば。いやーアイラいいじゃん、すんげえ。えぐすぎ。やめてー。やめてーや、マジで。変化欲しい。お!嘘!やば!これは、これはやばいです。まあ、当然残しておいた変化ポイントが大活躍するっていう、ここで。何これやば。また触れねえんだけど。まあ、スタミナで触れるからな、一応。すごいことなってますね、これ。意味わからんわ、もはや。もはや意味がわからないぐらい来てますね。触れないもんね。やば。暴れ玉、ジャイロボール。頼む、乾燥して。あ、筋力入る、うまい。うまい。普通に 7% だけど、176、これちょっと欲しいわ普通に。ちょっと欲しいですねこれ。うわー、どうしよっかな。
回休んでもいいけど、ファントムもう出ないもんね。まあ、集まりそう感はあるけど、人が。これ休むか？クロスファイヤーもらえそうだけどな。っていう、176のために行くかどうかっていう。まあ、行った方がいいか。これは処理して、春影をお願いしましょう。打球反応、変化球。そうよな、絶対来るよな、みたいなとこはありましたからね、これ。まあまあ、しょうがねえな、これは。ちょっと一旦お休みターンかな。試合経験点か。球速来い。来ない。変化ですかね。うん。変化踏んで、はい。で、行きましょう。まあ、うまくはいっている、多分。変化点をさばくための、勢いを。うわー、ちょっと闇のタッチやばいな。行きましょう。はい、勝てました。次、行きましょう。OK ですね。不眠くんなよ。OK。同栄完走。あと闇の1回だからなんとかなるでしょ。急速来ないんかーい。ここ取った方がいいですね、でも。強いんで。春影で体力回復。OK。85すごいね、入り方が。筋力入りまして、闇の完走。筋力来いー。来た。ドン。うおーい、頼むで。それは頼むっすわ。本塁打現金。一回休みですね。よし。筋力最後に入れば完璧だが、果たして。入らないと逆に結構しんどいかも。うん、クロスキャノンは入ってないですね。そして、行きましょう。はい、が出ました。頼むから球速来い。球速来い。おい、なんで光ってないんだ。これ辛いわ。さすがにこれは光ってほしかったですね。まあ、メンタルいくか、じゃあ。いや、メンタルいく意味ある？ないね。ないね。俺はメンタルいく意味ないですね。筋力足りるかな。あー、ここで踏めてたら完璧だったな。マジで。これは辛いわ。くっそー。これでこれ来るからな。頼むて、マジで。筋力足んないよ、今。筋力。いやー、これがあるからな。ジャイロボールとかもあるしな。せめてホワイトアウト取っといてよかったわ、マジで。行きましょう。はい、勝てました。次、行きましょう。OK ですね。101強いね。さすが春英さん。あー、筋力来てないか。これはもう筋力入れないとお話にならないですね。OK。技術は捨てだろうな。まあ、ジャイロボールはさすがに取るか。クロスファイヤーも取ってあげたいかな。ポイント的には45ですしね。変化球対抗心取っていい。アウトローも取りたいか。まあ、とりあえずこれで行きましょう。はい、勝てました。次、行きましょう。さあ、ラストターン。被らない。からの。筋力ナイス。37ポイント。ちょっと技術はもう使い切れないと思うので、ちょっとそこは諦めつつの、取れるやつを取っていく感じですかね。
これ54だから、これ取るんなら急速安定取った方がいいね。急速安定。アウトロー二刀流。で、あとはもう、ここを伸ばしていくだけだと思いますね。いきますか。はい、が出ました。OK ですね。なんとか終われましたって感じかな。どんなもんやろうな。割と頑張った方だと思いますけどね。ただ最後の筋力タックが来てたら全然変わりましたね。それだけもったいなかったですが、35,009普通に出ましたね。行きましょう。はい、ということで振って戻ってまいりました。最終的にこんな感じです。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,14,15段ですね。で、各集客が合計で53ですね。行きましょう。技術変化精神めっちゃ盛りました。やっぱ筋力不足でしたね。はい、ということで P 先発は乗りましたね。やっぱり最後のタックが長ければなーって感じでしたが、やっぱり1とか2先発は普通にアイラでも全く問題なくいけるんじゃないかなっていうところで、まあ、一つ結果になったかなっていうふうに思います。なので、個人的には全然ありですね。最適解かどうかって言われると、まあ、ちょっとこう、もったいないところ。まあ、新鉄仮面にできなかったりとか、あとは、まあ、コントロールの上限110まで詰めてるんで、そういうところはありますけど、全然悪くはないんじゃないかなっていうところで、まあ、このサクセス動画とともにね、またガチャ解説させていただければいいかなというふうに思います。あとは皆さんからね、まあ、旧同栄混ぜていいのとか、あとは選択権誰取ったらいいのとかね、結構いろんな質問寄せられてるので、それもまとめた動画を午後とかに、夕方ぐらいに出せたらいいかなっていうふうに思ってます。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価、コメントで応援いただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。